はい、どうもこんにちは、ハルボーでございます。今滋賀県におりましてですね、まあというのもまあなんて言うんでしょう、まあいろんな関西のねドライブウェイというかスカイラインというかそういうねちょっとワインディングロードに行こうのシリーズでございます。はい、まあまだ始まったばかりで、ロユーとね、あとあれどこだっけ、あ、伊吹山か、岐阜県の伊吹山ドライブウェイしか行ってないんですけど、ちょっとシリーズ化しようということで、今回は比叡山ドライブウェイの方向かっております。まあ今12月なんですけど、ちょっと凍結とか、まあ、雪が心配だったんですけど、とりあえずはまあ通常通り、まあ、路面も凍結してないので、はい、なんとか行けそうって感じですね。まあでもちょっと冬なんで紅葉とかそういうのはもうちょっと枯れちゃってますかね、これはね。でも結構なんかもうこの時点で結構くねくねしてて面白いですね。うん、でまあちょっと Vlog 的な動画も動画にしようかなと思ってるので、なんかね比叡山の延暦寺っていうね寺か、寺があるんで、まあちょっとそこも寄ってって感じで、でまあ愛車、今回メインはね愛車撮影なんで、どこかいいとこがあればまあ撮ってっていう感じで行こうと思います。はい、まあとりあえずね、ドライブウェイの入り口まで着いたんで、今回もね BMW の X4 でこの比叡山ドライブウェイ攻めていきたいと思います。はい、では入りましたんで走っていきたいと思います。あ、でも結構道綺麗ですね。でも紅葉はまあちょこちょこ咲いてますけど、もうほとんど枯れてるって感じで、あ、すごい、あの琵琶湖が横に見えるので綺麗ですね。でまあシーズンとしてはやっぱり紅葉シーズンですかね。やっぱりなんかそういう時に行くとすごい綺麗な、綺麗そうっちゃ綺麗そうですけど、まあ道的には結構くねくねしてるっちゃしてるんですけど、まあそこまで急カーブとかないみたいな感じで、結構走りやすい道ですね。でとりあえずは一旦なんか最初に展望台みたいなのがあるので、一旦そこに寄ってみたいと思います。でまあ撮影できたら撮影してって感じで、はい、ちょっと行ってみたいと思います。なるほどね、あっち側から行くとちょっと愛車を撮れるっぽいですね。ちょっと撮りましょうか。とりあえず着きましたので、パパッと写真を撮って次の目的地に向かいたいと思います。はい、とりあえず写真を撮り終えたので次の目的地に進みたいと思います。すごい綺麗でしたね。ちょっと写真、はい、載せておきますけれども、すごい綺麗ですね。ちょっと曇ってますけどね、それでもいい写真が撮れましたね。ロユーとかその伊吹山のドライブウェイと違って、あの道はめちゃくちゃ整備されてるのでいいですね。ここであれみたいですね、また料金所というかチェックポイント的なところですかね。はい、ということで検問所を抜けましたので、検問所というかチェックポイント抜けましたので、はい、またちょっと攻めていきたいと思います。この辺は結構くねくねしてますね。あ、信号がありますね。延暦寺まで 0.5 キロ。ここですね、延暦寺。はい、到着いたしましたんで入っていきたいと思います。
はい、比叡山延暦寺ちょっと観光してきました。お寺が3つあって、なんかそれを通して比叡山延暦寺っていうみたいですね。ということでこれから道をちょっと戻って山頂の方に行ってみたいと思います。ちょっと路線変更しましたけど、もう一回ね比叡山ドライブウェイを走っていきたいと思います。はい、じゃあ延暦寺を出ましたので山頂の方に向かいたいと思います。さっき信号があったの覚えてますかね。なんかあそこで分岐あったんで、あそこで曲がると山頂に行けるっぽいですね。あ、これですね。こっちから山頂みたいですね。車の中で撮影してるのでなかなか外の景色を映せないんですけど、天気も回復したので結構ね、あの琵琶湖が綺麗に見えます。あ、ね、紅葉なのか桜なのか。あ、でも紅葉ですね。もみじ、まあ、枯れてますけど、なんかこれはこれで冬を感じるというか、これはこれでなんか風情があっていいですね。と言ってる間に山頂に着きましたね。はい、比叡山の山頂に着きました。まあなんかガーデン比叡っていうのがあってって感じで、景色はすごい綺麗ですね。まあ、こんな感じで、はい、山頂でした。写真だけ撮って、はい、さっさと戻りたいと思います。ということで山頂でも車愛車を撮影したので、次はちょっとお昼ご飯食べたいんでレストランに行きたいと思います。そこでお昼休憩を取りたいと思います。うわ、超綺麗です。これ見えますかね。見えたかな。すごい琵琶湖が一望できる場所に、こういうとこにちょっとね車止める場所があったらいいんですけど、めちゃくちゃ綺麗でしたね。この辺も綺麗ですね。見えますかね。ちょっとゆっくり行きましょうか。車もない、いないんで。すごい綺麗です。これより奥比叡、奥比叡ドライブウェイ通過。ここは何もないですね。はい、こっから奥比叡、奥比叡ドライブウェイっていうところになるみたいですね。ここもなんか駐車場があるみたいですけど、あ、でもここもそうか。はい、せっかくなんで参拝してきました。お腹も減ったんで、はい、レストランの方にちょっと向かいたいと思います。いや、でも楽しいですね。すごい寄るところがいっぱいあって、でこういう風に道も綺麗でって感じで、すごい面白いです。走ってて確かにこのシーズン時というか紅葉シーズンだったり、まあ、春も桜が咲いてるんですかね、まあ、そういうシーズンに行くともっと綺麗なんだなと思いながら走ってるんですけど、でまあ冬、真冬になると雪も降るみたいで結構凍結するみたいなんでね、こうやって走ってると楽しいですね。やっぱりこういう道がやっぱり一番楽しいですね。うん、まあ、高速道路を軽快にね走っていくのも楽しいですけど、やっぱりこういう道の方がいいですね。はい、言ってたらレストランに着いたんで寄ります。そういや比叡山ドライブウェイの紹介してなかったなと思って、まあ、要は、まあ、行き品の田の谷ゲートってとこから入って、
結局大和温泉の方に行くんですかね。はい、そうですね。でなんか遊ぶとこがあったり、まあさっきみたいなあのガーデンミュージアム比叡っていう、まあ、お花があるところですかね、とかあったりして、まあなんか春夏秋冬全部楽しめるみたいですね。でまあ展望スポットもあるので、まあ夜景も楽しめるっていうことで、大津の田の谷峠から延暦寺比叡山頂を結ぶ 8.1 キロの有料道路ですね。まあ琵琶湖一望できるドライブウェイということで、伊吹山とも似てるっちゃ似てるんですけど、まあこっちはこっちでね面白いということで、そんな感じでございます。ということで次は最後の延暦寺かな、そうですね、横川地域ってとこに行こうと思います。これで延暦寺の参拝は最後ですね。ここも一応せっかく来たんで寄ろうかと思います。でそこへ行った後になんかね琵琶湖展望台ってとこがあるんで、ちょっとそこも寄ってね愛車取ろうかなと思います。ではでは行きましょう。でもここ、まあ、比叡山ドライブウェイ道も、まあ、路遊とか結構ね急なカーブとかも SG とかあるんですけど、ここに関しては結構カーブもなだらかで、でなんせ道がすごい綺麗なんで、まあ、家族と行くのにもすごいおすすめですし、まあ、あんまり車乗り慣れてない方でも結構安心してというかスイスイ行けちゃうんじゃないかなっていう感じのワインディングロードですね。今のところ全部道綺麗なんですよね、すごい。はい、と言っていたら着きました。ここが最後の延暦寺ということで、とりあえず到着したんでまたちょっと参拝行ってきたいと思います。はい、ということで琵琶湖展望台に着いたんですけど、まあ、ちょっとね愛車を撮影するところがなくて、まあ、ここに普通に駐車場があって、まあ、普通に展望台があるって感じのとこだったんで、なんか次ももう一つ展望台があるみたいなんで、ちょっとそこに行ってみようかなと思います。でそこで最後動画終わろうかなと思います。はい、ということで最後の展望台に到着いたしました。なんて読むんですかねちょっとテロップ入れとくんですけど、はい、まあこんな感じの、はい、展望台でございます。はい、まあちょっとね標高が低いので景色が見えづらいんですけど、まあでも自然いっぱいで普通に綺麗です。はい、ということで、まあここがゴールということで、もうねあとちょっと降りたとこで料金所があるので、はい、ここで終点ということで比叡山ドライブウェイ終了でございます。まあ、感想というか走ってみて、まあ、何回も言ってますけど道はすごい綺麗なんで走りやすくて、まあ、S 字カーブとかもそんなに急じゃないので、まあ運転まだ慣れてない人とかでも結構スイスイ行けるんじゃないかなと思います。でまあ伊吹山とかね土湯も結構上がってますけど、ここもかなり僕は好きなワインディングロードというかドライブウェイでしたね。まあなんかねツーリングとか機会があればまた行きたいなと思います。で料金なんですけど、確かね3000いかないくらいだったかな、忘れたんですけど、ここもなんかクーポンかなんかあって2200円くらいで行けるので、普通車ならまあ行かれる際はねぜひホームページから飛んでもらって、なんかクーポン見れるとかあるので、まあそこでクーポン取ってもらっていくのがお得じゃないかなと思います。まあ、最後の撮影スポットなんですけど、まあ、ここは結構いい写真撮れそうなんで、ここで1枚撮って今日は終了したいと思います。ではでは、まあ、皆さんぜひ一度行ってみてはいかがでしょうか。まあ、そんな感じで今日は動画を終わりたいと思います。チャンネル登録と、高評価の方ぜひよろしくお願いいたします。ではでは。